改めまして皆さんこんにちは。先ほども紹介していただきましたが、私たちはお隣広島県より参りました陸上自衛隊第13音楽隊です。本日はようこそ多摩の皆さんました。そして我々第13音楽隊をお招きいただき誠にありがとうございます。さてこれより多摩の港フェスティバルのステージ演奏といたしまして、この青空の下第13音楽隊の演奏どうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。それでは早速演奏の方参りましょう。最初にお送りいたします曲は今年度吹奏楽コンクール課題曲から糸谷亮作曲の晴天の風をお送りしたいと思います。作曲者の糸谷亮は11歳の頃からトランペットを始め、作曲は独学で学びました。この曲はなんと糸谷亮高校生の時に書いたものです。指揮は第13音楽隊の副隊長阿部康夫三刀陸尉です。副隊長どうぞ。Thank you.